こんばんは。あ、そう、 TikTok 今日投稿したので、ぜひ今日も投稿したのでぜひ見てください。ため撮りため撮りだけど、前に撮ったやつ。クッキーありがとうございます。たくさんありがとう。チャレンジから無料のも受け取れるので、ぜひ投げてくれると嬉しいです。無料のやつとか、いつの間にか10万近く行ってるの。あ、ポイントね、嬉しい。ありがとう、みんなありがとう。14日前このイベントはありがとうございます。五等分の花嫁はね、昨日の夜から見始めたんだけど、でもまだ全然5話までしかまだ見てない。昨日の夜1話見て、1話だけで今日ちょっと見た。まだ全然見えてないからあれだけど、可愛いね、キャラクターが出てくる。キャラクターが可愛い。熊本夜公演が映像作品になってくれて感激。あ、そう、熊本ツアーの夜公演が映像作品に上がってるので、今日からね、なのでぜひ見てください。夜公演の、懐かしいね。もう1年ぐらい前だよね。え、去年だよね。去年の4月、いや5月か、ん5月1日とかか。あ、3月、4月か。やばいやばい、全然分からんか。
4月末だった気が、いや4月末ではなく、末ではなかった、なんかどっかの日、月の1日だった、1日とか2日とか、1日だったっけ、まあ、それは待って忘れてて何日とかまで覚えてないけど、めっちゃ初め、なんかそのぐらい、その月の初めだった。私も出てましたよ、もちろん。馬刺しに目覚めた、いや馬刺しはもっと前から、馬刺しはね福岡ツアーの時に食べたんかな、初めて確か、そっからかな、だからもっと前。私めっちゃ美味しかった、帰りに空港で買ったんですけど、お店はね行けなかったから、帰りに空港で買ったけど美味しかった。また食べたい、私が私が最近肉寿司が食べたいんだよね、肉寿司。前に友達と何回か、そのよくさご飯食べに行く友達がいて、その子と何回か行ったりしたんだけど、肉寿司食べにまた行きたい あ、なんか時計がバグってる、ちょっと待って、バグってる、表示されてる、いいか、また後で開こう、ちょっとダメだ今、うん、あ、いけた、馬刺しには馬刺しには九州醤油、甘い醤油がいい、醤油、普通の醤油より。砂時計、いや砂時計は使ってない、砂時計じゃ時間わかんないじゃん地位が良い、そうなの、もつ鍋好きだよ私、もつ鍋美味しいよね、もつが好きもつだ、鍋の中だったら一番好きかも、もつ鍋が。水炊きよりももつ鍋の方が断然好き水炊きよりももつ鍋、焼肉のホルモンとか好き、焼肉のホルモンも好き、焼肉行ったら大体頼むホルモンは普通鍋で含まれ食べれたらすごい、どういうこと？
どういうこと？どういうこと？普通に食べれないことはなくない？締めはちゃんぽん麺。締めはちゃんぽん麺。ね、うどんじゃなくて、うどんじゃない、もつ鍋はちゃんぽん麺でも、うどんあんま入れないな、鍋の締めで基本ちゃんぽん麺。なんかすき焼きだったらうどんだけど、それ以外大体ちゃんぽん麺かな。リゾットにしたい。リゾットあんましないよ、基本麺入れる。味噌とに、なんか水炊きあんましないけど、家で水炊きした時は、水炊きした時はご飯に入れて雑炊にするかな。でもあんましないからわかんない。ご飯入れるか、入れて雑炊にするか、いつもどうしてたっけな、ちゃんぽん麺入れたりもしてたかも、普通に麺入れたりもしてたかも。でも雑炊にしたりもする、水炊きは。水炊き雑炊にしても美味しい。締め、鍋の締めが一番好きなんだよね。でもなんなら最初から麺入れてもいいぐらい。締めのちゃんぽん麺とか。もつ鍋とか食べる。もつ鍋好きなんだよね。食べたい。なんかさ、お店とかさ、お店とかでさ食べれるけどさ、食べようと思ったお店のやつって大体さ2人前からみたいな多いじゃん。そうだからさ、一人でなかなか行けない。家族に持つ苦手な人、持つ苦手な人、でもみんな好きかも、もつ。みんな好きかも。そう、2人前からみたいなとこが多いからさ、あんま外で食べたことないけど、誰か誘わないとじゃん。辛い鍋あんましたことないな。なんか辛いのが好きなのが家族にそんなに言えないから。お父さんと弟はもうダメだから辛いの。妹二人はまあ食べれるのは食べれるけど、でもそこまでって感じだから、好きなのが私とお母さんぐらいだ。だからさ、辛い鍋は基本しない。辛くしたかったら自分で足す辛さを。キムチ鍋はしたことない気がする。
カレーとかもそんなに辛くないから。でもカレーはでもね、どっちでもいいんだよね、辛さなくても。私はお母さんは一味かけたりしてる上から、私も辛くしたい時は一味かけたり。そんな辛くないから、家のカレーかな。家族で辛麺とはいかないな。家族で行ったことはないかな。何人か家族のうちの2人とかですか。あんま行こうってなんない。先生は辛いの大丈夫。辛いの好きなのが、好きなのが私とお母さんぐらいなのね。そう、妹2人もなんかそこまで好きではないけど、食べれるっちゃ食べるけど、そこまで好きではないみたいな。あの普通ぐらいの辛さだったらいけるみたいな感じ。そばも一味、うどんとかそばも一味、七味はかけない。七味は好きじゃない、山椒とかが入ってるから唐辛子だけがいいんだよね。だから一味。え、味噌汁とかめっちゃかけるとりあえず上が赤くなるぐらいかけて、いやそのままだと粉っぽいから混ぜる。うどんとかそばとか基本一味。何も最初かけない。あ、かけない、最初好きじゃない。そう、基本一味かラー油。なんか一味じゃないなっていう時はラー油、なんか他のスープとかラー油入れたり、麻婆豆腐とかラー油だよね。ラー油かける普通とは違うんだよね。なんか違うのかけるんだろう。ラー油、ラー油1本入れちゃう。いや1本は入れない。1本は入れてるのがさすがに、さすがラー油油だからさ、気持ち悪くなりそう。うん、何もなくても辛くなって。お店で食べたりするのはそういうのもあるけど、家で作るやつそんなに辛くないから。そう、辛いの作ると逆にお父さんたちが食べれないから、お父さんと弟が辛いの好きじゃないから。そうだから、そう、私とかラー油かけたりかな。ブラックペッパーの辛さはちょっと違うんだよね違う、そんなに好きじゃない。だから基本一味かラー油。中本のラーメン行けそうな。中本のラーメンはカップ麺あるよね、セブンに売ってるよね。それは食べたことある、一回だけ。タバスコあんま好きじゃない。お母さんは好きだけど、タバスコ酸っぱい酸味の方が強い、なんか辛いっていうより。ピザとかにお母さんかけてるけど、酸っぱいんだよね。タバスコって酸っぱい。タバスコ酸っぱく、酸っぱくないの？酸っぱくない、あれ。なんか辛いけど酸っぱい。だからタバスコはかけない。なんか違う、なんか辛くて酸っぱいのは違う、なんか違う
いや家には絶対にあるんだけど、お母さんが使うからタバスコあるんだけど、私はかけない。だからかけるとしたらそのピザによるけど一尾かな。そうなんかお肉系のピザだったらライオンも美味しいかもだけど。純粋に辛いだけのものしか認めない。純粋に辛いだけ、確かに純粋に辛いだけのやつの方が好きなのかもしれない。酢は好きじゃん。あ、お酢？普通の酢は好きだよ。酢飯とか好きだけど、なんか辛くて酸っぱいのは違う。なんだろうね、なんかそれより一味とかのが好き。味がね、だからかけるとしたらどっちか、一味かラー油か。喉乾いたらラー油飲んだりしてる。それ絶対逆に喉乾くよ。喉痛くなりそう、その状態で飲んだら。ラー油飲むってやばいね。好きなドレッシング、好きなドレッシング、好きなドレッシングは、ごまドレかピエトロのやつ。なんかでもピエトロいろいろあるよね。なんだ、なんかオレンジのキャップのやつか。なんか最近はね、玉ねぎのドレッシングが好き。その3つか。ピエトロなんて、なんかピエトロいっぱいあるよね、種類が。家で使ってるやつがそれなんだけど、それが好き。なんか他のやつは食べたことない。他のやつでなんか使っサラダとか食べたことないから。玉ねぎのドレッシングはどこのか知らない。ピエトロ、なんかいろいろあった気がするんだよ。あ、これか、和風醤油、これが美味しい。うん、これ青じそとかも美味しいけど、青じそのドレッシング、普通の。ピエトロじゃなくても前も青じそのやつ、あとチョレギドレッシングみたいな、チョレギサラダみたいなドレッシングみたいな、もう美味しかった。それも好きだったな。なんかいろいろ好き、ドレッシングでもこのピエトロのやつ美味しい、本当に。どれも好きだけど、マドレとかも美味しいけど。そう、和風醤油、和風醤油美味しい。いや、これしか食べたことないんだけどね、ピエトロ。食べたことないから他のやつが分かんないんだけど。あとインドカレーとかのさ、お店に出てくるさ、サラダのさ、オレンジみたいなドレッシングあるじゃん、オレンジ色のドレッシング、めっちゃオレンジ色のやつ。わかるかな、あれも好き。なんてドレッシングなのかは知らないけど、
めっちゃオレンジ色のドレッシングあれも美味しい。そういうインドカレーとかの店に行ったら大体出てくるやつ、わかんないけど名前サウザン系わかんないな初めて聞いた。美味しい。インドカレーはなん選べるけど、なんとライスだいたい選べるところ多いじゃん。選べたりするじゃん。でもだいたいなん選ぶ。そう、なんとか普通のなんかチーズなんかどっちか。美味しいよね。カレーなんかご飯選んだことない。わかるご飯選んだことない。何しか選んだことない大体さ、そのインドカレー屋さん行く時ってさ、そのなんとカレーが食べたくて行ってるからライスの方選んだことないよチーズナンを食べ、チーズナン食べるよ。チーズナン美味しいよね。なんか他のナンもあるけどさ、なんか中にチョコレートが入ったやつとか、バジルとか、バジルナンとか。あるけど、結局チーズナンか普通のナン選んじゃう。なんか気になるけど、チョコレートなんみたいな、美味しそうだけどさ気になるけど、そういつもどっちか選んじゃうんだよね。スノーボードはないスキーとかもしたことない。あれはキーマカレー。確かに、お店に行った時は大体キーマカレー。大体キーマカレーが好き。なんだろうね、ひき肉が好き。スープカレーは食べたか。あれだよね、北海道の食べたことない。北海道行ってみたいんだよね。いつか行けるといいないつか行きたい。パパライスは食べたことない気がする。多分
の好きな人は朝ごはん合うのか。でも辛いのもね、なんかね麻婆豆腐とか四川風ってあってするじゃん。四川風あんま好きじゃない、山椒じゃんあれ。そうだから、その辛さがあんまり好きじゃないから、そう、それによるんだよね唐辛子系の好き。四川風って書いてるやつは大体買わない選ばない。そのご飯屋さん行ってもだけど、そう、一回食べたことがあったんだけど、あんま好きじゃなかったんだよね。そう、麻婆豆腐はね美味しいんだけどね、山椒が効いてる感じが好きじゃない。そう、普通の麻婆豆腐はめちゃくちゃ好きなの。麻婆豆腐は普通に好きなんだけど、山椒が好きじゃない。そうだから、アジア系のやつご飯は。そのどういう辛さかによる そういう四川風ってついてたらダメ、最初が好きじゃないからが苦手。香り、うん、香りも苦手かな、わかんない。香りでも、それ麻婆豆腐食べた時は麻婆豆腐そんなに思わなかったかも。香りは味かな普通の一味とかの方の辛さが好き。唐辛子とか普通のラー油とかそういう辛さのが好きだから。山椒はね、違うコンビニで売ってる麻婆豆腐って大体四川風って書いてあるじゃん。そう、コンビニで買ったやつだよね、前食べたの。そっからもうコンビニで買わないように見て、大体四川風って書いてるから。もつ煮込みとかも一味かける。もつ煮込み、でもその時によるんだよね。なんか辛くしたいなって気分の時はかけるし、辛いのが食べたい気分の時は食べるけど、かけるけど、でもね、そんなに思わない日は別にかけないその時の気分でも麻婆豆腐は大体かける、ラー油をそう、カレーとかだね、カレーとか味噌汁はその時の気分で一味かけたりかけなかったり。麻婆豆腐は絶対にラー油をかける。他に絶対かけるものはあんまないかな。携帯してる人、あ、確かにいるね。私は携帯したことないけど味噌汁にラー油かけないかな。絶対一味でしょ、味噌汁には。ラー油か一味だったら
豚汁には七味、確かに豚汁だいたい七味ついてること多い、コンビニとか。でも絶対に一味がいい、七味はだって山椒が入ってるもん。一振りめっちゃかける。一振りではない、普通に四五回ぐらい。うん、四五回わかんないな、なんか自分の好きなだけ。赤くなるぐらい表面が。そんな大量にはかけないけど、全体にかける。一振りじゃ少ない。七味最初入ってるのかな。七味はね、なんだっけな、それもなんか前コンビニで買ったやつで七味がついてて、でも一味ないけどなんか辛くしたいなって思ってかけたんだけど、うん、なんか違った、やっぱ一味だなってなった。なんかね、なんか違った。 そこまで好きじゃなかった。基本味噌汁とかは一味、絶対じゃないけど、その時の気分だけど。一味かけて、でもそのままだと粉っぽいから、そのままなんか食べると味噌汁飲んじゃったりして、粉っぽいとあれだから、むせちゃうから、だから混ぜる。だからね、そこまで言うほど辛くならないんだよね、混ぜるから。そういうのそのまま飲んだら辛いけど。たくさんクッキーありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。餃子は何をつけて、餃子はなんか餃子のタレみたいなのついてるときあるじゃん。ついてないときはポン酢にラー油、ラー油はマスト。絶対餃子と麻婆豆腐はラー油絶対かけるかな。ナッパ入ってめっちゃかけてる。でもね、なんか混ぜるからそこまで辛くないんだよね、その見た目よりは。うんって感じ。そのまま飲んだら確かに辛いだろうけど、あ、混ぜないと、その粉っぽい。ありがとうね、クッキーたくさん、ありがとう。ありがとう。食べるラー油って、あ、食べるラー油美味しいよ、美味しい、食べろよ。でもその流行ってる時には食べたことがなくて、食べたの本当につい最近、あ、去年ぐらいに初めて食べたんだけど、美味しいと思って。そう。そう、去年ぐらいに初めて食べたことなかった。でも食べるラー油めっちゃ辛い。意外と辛い、あれめっちゃご飯進む。そう、ご飯にかけて、なんかご飯以外に多分アレンジみたいなできるけど、ご飯にかけてしか食べたことない。お母さんは餃子食べるときにそのタレにその食べるラー油入れて食べてた。私は普通にラー油入れてた。あ、豆腐に食べるラー油、確かに美味しそう、それ。めっちゃ美味しい、食べるラー油。
ありがとうたくさん。めっちゃクッキー降ってた。ありがとう。めっちゃ降ってた。ありがとうございます。そう。これすごいね。サイドにしか降らないようになってる。真ん中に降らない。すごい。顔にかぶんないようになってる。ありがとう。ありがとう。エンドレスクッキー。めっちゃ降ってる。本当にありがとうございます皆さん。ちゃんと入るわね。顔にかぶんない端に。ありがとう。ひなこのインスタストーリーに出て、あ、ね、ひなこが載せてくれてた。前に3つ前にあのイルミネーションを見に行った時の写真です。めっちゃ前。インスタ更新したいんだけどね、何載せようと思って、なんか載せようかなと思って、昨日写真のフォルダ見たら最近全然何も撮ってなさすぎてさ、写真がないわと思って、そう、なんかもうちょっと探してなんかあったら載せるね。いい感じのが、え、本当に何もなくて、最近本当に撮ってなくて、最近の写真がないって、なんか前の写真でも載せようかな。去年とかになっちゃうかもしれない。いや絶対に去年になっちゃう気がする。載せようと思ったんだけど、いや本当に最近の写真がないよ。なんか出かけたらさ撮るんだろうけど、出かけもしないから基本インドアだから。ひなことお出かけした時、ひなことお出かけした時去年なんだよね。めっちゃ前だなと思って、できれば最新の載せたいなと思ったけどなかったから、ちょっと前のだけど探して載せようかなと思って。え、本当に最近写真を撮ってない。本当にありがとうね、クッキーたくさんありがとうございました。ひなこと出かけたの全部去年なんだよね、写真があるの。渋谷スカイに行った時もイルミネーションに行った時の写真も全部去年。ごめん充電がなくなってた。ちょっと昔の写真からもちょっと探してみよう。最近ひなこに会ったの、でも2月に会ったよ、レッスンがあったから、その時に会ったから、それが最後。全然最近は会ってない。ミッドタウンはね、人がすごすぎて、なんか入るための列みたいなのがあってすごくてね、それがもうなんかもう列が本当に長くて、なもう大丈夫ですみたいな感じになってやめちゃった。あ、55分ありがとう。本当にすごかったの、列がもうありえないぐらい並んでて、地元じゃ考えられないって二人で言ってた、ずっと。さすが東京だなって。じゃあ13位から読みますね。13位、ラボーナさんありがとうございます。あ、変わっちゃった。13位からもう一回読みます。
13位ごめん先生さんありがとうございます。12位としのりさんありがとうございます。11位 WY アットマーク影の守護神さんありがとうございます。10位ジョークスノーさんありがとうございます。9位香港の春馬アットマーク強化おいさんありがとうございます。8位ラボーナさんありがとうございます。7位ムムさんありがとうございます。6位にゃーこさんありがとうございます。5位元気さんありがとうございます。4位ラスカールさんありがとうございます。3位オントモさんありがとうございます。2位グランツさんありがとうございます。そして1位がシンさんありがとうございます。ありがとうありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。明日の配信も夜する予定です。ありがとうね、みんなクッキーたくさんありがとうございます。そうありがとうありがとう。もう59分かと思った。まだ57分だった。大丈夫だ難しいな、その日めっちゃ歩いたんだよね。だからイルミネーションを求めてそんなに並ぶなんて思ってなくてびっくりした。本当にめっちゃ並んでたのめっちゃ列すごくて、そう最初着いた時に並んでてね、この列なんだろうねって言って、ありがとうハートのやつフレームありがとう、なんだっけこの列なんだろうねって言ってて、でまさかこれイルミネーションのやつとか言わないよねって言って二人でそんなことあるみたいな話してて、でもなんだろうと思うね。ねえ、そうなんか係員の人みたいな人から聞いたらさ、イルミネーションの列ですって言ってて、そうびっくりした。いやそこだけかと思ったらさ並んでるの室内だったよねそこ。で外出てみたら外も並んでて、諦めた。めっちゃ並んでた、本当に並んでた。めっちゃ本当にめちゃくちゃ並んでて、いやさすがさすが東京都会だわって思った。いやー食べていかなかった。いやもうね行ける日がなかった、その日しか。だからもう諦めた、違うとこに行った。もうちょっと終わっちゃうね。じゃあ明日も夜配信です。ぜひ見に来てください。明日ももうちょっとで終わっちゃうので、ありがとうございました。おやすみなさい。また明日。クッキーたくさんありがとうありがとうございました。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみ。またね。バイバーイ。おやすみ。